どうもラウチンです。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。さあ10月11日に発売されまして、早速プレイしております。ただいま総プレイ時間が27時間ほどとなっておりますね。メタファーは体験版がありましたので、それを引き継げてよかったですよね。体験版を3時間ほどプレイして、そこから24時間ぐらいやったっていう感じです。で今9月2日ですね。10月いっぱいで全クリになると思いますので、そろそろ終盤に差し掛かってきたかなって思います。でようやくよ、ようやく最上級職を取れるようになってきました。で一番最初に取ったのが、ナイト系ですね。ナイト系のパラディンで、ナイト系もう一つあってダークナイトですね。ダークナイトとパラディンを選ぶことができます。でパラディンの方が、防御特化ですね。完全な防御特化のキャラクターですね。まず挑発がありまして、でさらにバフで防御力を3段階上昇させることができます。めちゃくちゃいいよね。でプロテクトガードで、バリアを張ることもできまして、カウンターがあります。まあ、攻撃方法がなかなか、難しいので、まあ、継承スキルを使っていけばいいかなっていうところでしょうね。で、回復がもちろんあって、なかなか良さそう。応急処置は、戦闘中は使えなさそうだけども、まあ、全然、全体の小回復いいんじゃないですか。で、こっちの回復は戦闘中に使えて、中回復のさらに弱体化効果を打ち消す。すごく使いやすそう。で、これよ、大活力回復。行動順になるたびに、MP が大回復。これめちゃくちゃ良くないですか ?MP 尽きないような気がするんですけどね。で、人定勢ですけども、これがつきました。神聖無双ですね。全体に光属性の超特大ダメージで、さらに全ステータスをダウンさせる。これはね、なかなかいいかなと思います。で、ダークナイトの方ですけども、防御特化ではなくって、ダークナイトは攻撃特化はされてないかな。まあ、攻撃もできる、ナイトっていう感じです。大突進だね。突属性の、物理中ダメージがもともとついてて、カウンターももちろんあります。まあ、これも 15% の確率なんですけども、まあそれなりに発動はするんではないでしょうか。で、猛突進。大突進が猛突進に、なりますね。こっちは、突属性の大ダメージです。どれぐらいのダメージ与えるかわかんないですけども、まあそれもちょっと今日やってみようと思います。そして完全無欠ですね。戦闘開始時に全ステータスアップ。使いやすそう。めちゃくちゃ使いやすそう。で、ブースターもついてるので、突進攻撃がなかなかダメージ与えれるんじゃないですかね。で、これ、瞬間回復。いいねって思いましたね。弱体化がすべて1ターンになりますので、まあ、耐性をそんな積まなくてもいいのかなって思います。で、稲妻好き。これがちょっと残念ね。なぜ、雷属性かな。万能属性がついてくれれば、もっと良かったんですけども、ちょっと使えるには使えるか。継承スキルで合わせていけば、まあ使えるかな。うん。で、人定勢ですけども、パラディンが聖属性だったんですけども、こっちは、闇属性ですね。超特大のダメージ全体。で、さらに、全ステータスダウンがついてます。はい。では今日は、このダークナイトとパラディン、使ってみてみましょう。それではパラディンからやっていきましょうか。素早さはないね。もともとがないのかもしれないですけども、遅いね。遅い。でスキル、挑発があります。自分だけだけどね。自分にのみの効果ですけども、いいんじゃない。3段階に上がるって、いやこれはなかなかすごいと思うけどね。
3段階上げて、あで後ろに下げて挑発入れちゃえば全然食らわないでしょ。まあ全体攻撃は食らっちゃうけどね。うわあ硬っ勝って硬っ。パラディンむちゃくちゃ硬いぞこれ。でもってあー6か。この大活脈回復 MP が大回復ってありますけども6だね。6、いやーもうちょっと回復してくれ少なすぎる。え、6で大回復なの？これはちょっと使えないですね、うん、いやまあ使えなくはないか。うん、まあ一応回復するんで MP 効率はいいよっていう感じなのでしょう。でプロテクトガード、まあバリアはわかるんでいいとしましょう。で、あこれあれか、自分のみか。あ自分のみなんだ。あー仲間を選べないんだね。まあまあまあ魔導器装備してるんでこれで全体回復ができるので、まあまあこれでもいいか。どれぐらい回復する？あ300。お結構回復するね。結構回復する。あこれだけ回復してくれればお、いいんじゃないですか。でこれで200ぐらい回復するのよね。あー使う必要はないけどね。200ぐらいこれで回復します。でちょっとここでもちょっと挑発打ってからなんか、あ全体攻撃はやめて全体は やめてください。でちょっとなんだったっけ、聖騎士の、あ違う、神聖無双だ。どれぐらいダメージ与えれるんでしょうか。ちょっとこれ楽しみだな。行ってみろ。この力をこれで終わらせる。あまあまあね、まあうん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 、まあいいんじゃないですか。こんな感じです。はい。では次ダークナイト使ってみましょう。ダークナイト来ました。やっぱり動きは遅いね。うん、動きは遅めです。でダークナイトは攻撃型なんだよね。大突進、猛突進、稲妻突き。あ、まあこれは弱点だけども。大突進どれぐらい与える？中ダメージ、おっ1000、恥ずかしくない戦いをする。そんないく？頼むよ。え、そんなにいくの？1460、マジで？え、猛突進どれぐらいいくの？突破する。え、マジか。めちゃくちゃ火力ある。私たちの先生、ちょっと火力が驚くぐらいあるね。で稲妻好き、まあ弱点ですけども、2000いく。この力で、ちなみに主人公のウィザードか雷打つと2000。ああいやこれアタッカーと何の遜色もない火力出せる。いやこの火力はいいね、いいね。でしかも硬いからね。うん、火力もありつつ硬いって、いやこれは使えるぞ。うん、あでもそうね、もうボス戦ではパラディンの方が使いやすいのかな。どうだろうね。うん、まあまあとにかく
強いっていうのは分かった。あ、まあ防御スキルはないから、そうね、ダークナイトはアタッカーだわ。うん、アタッカーだ。仲間と共に。さあ、それでは暗黒無双どれぐらいいく。さっきのパラディンが700ちょっとでったんで、こっちはもうちょっといくでしょう。これで終わらせる。あー、すっげー違う、すっげー強い。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、最上級色取れるようになりましたので使ってみました。ダークナイトとパラディンですね。これは完璧に使い方が分かれてて、ダークナイトはアタッカー、超火力アタッカーですね。で、しかも瞬間回復とかついてるので、異常状態とかにもすごく強い。いや、ダークナイトこれ使いやすそう。でも、ボス戦なんかでは、パラディンもいいかなと思うんすよね。まあまあ、防御特化なんだけども、こいつに守らせとけば、まあ、カッチカチだからね。そうそうやられることはないと思うので、まあ、使い方が完璧に分かれる感じですけども、個人的にはダークナイトの方が、なんか好きだな、かっこいい。はい、ということで、今日は最上級色のダークナイトとパラディン使っていきました。ではこれからね、どんどん出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。